今回はね、妄想タイプアンチコメント、シュナイダーアンチコメント専用ね、チャンネルでね、してきてます。でね、まあ、どんな内容か言うたらね、まあ、わざわざこんな大変なことするんやみたいな、再利用しないなら、まあ、封印を破って外せば簡単なのに、で、このマークですね、あのアンチがね嫌がるマークですね、それを打ってきて、あ、封印だけ打っとんかみたいな、まあ、そんな感じでね妄想してます。で、再利用禁止言うてね、もうタイトルにも言ってるにもかかわらずね、妄想で売ってるかっていうね、このマークですね。で、まあね、この妄想タイプでね、似てるタイプを言ったらね、通報軸のね、やすし君とまあそっくり。まあこれね、また後で説明します。で、最近ね、めちゃくちゃね、アンチがね、多くなってきました。でね、ちょっと原因が、まあ、再生回数が増えたからかなと思ってたんですがね、もう原因がね、やっと分かりました。今ね、これからね、ちょっと返信考えてね、打つとこです。僕はね、グッドとハートしかね、押さないです。でね、話がね、ちょっと僕ね、動画を見ながらね、ちょっと吹き込んでるんでね、話がね、ちょっとね、動画に合わせてるんで、ちょっと飛びまくってるんですがね。まあ、何が分かったか言うたらね、うちのね、父親もね、もうアンチ言うかね、その子供に負けたらね、もう潰そう思って必死になってるね、ちょっとろくでもないやつなんですけどね、通報軸も、この妄想アンチ君もね、季節がね、同じなんです。で、通報軸も3月10、20何日かな。で、これもね、3月の中頃、アンチ。で、うちの父親もね、この春っていうかね、ちょっと季節の変わり目にね、まあ、なのでね、その原因がね、分かってね、ちょっとね、ほっとしたっていうかね、なんかこうね、嬉しかったね。でね、ちょっと初めに言うたね、この妄想タイプがね、やすし君とね、なぜ一緒なのか。まあ、とりあえずね、コメントはね、お前もわざわざ時間かけて、まあ、動画を見るんやったら、まあ、仲のいい友達とね、まあ、一緒に楽しいことしたら、あ、友達おらんのか、みたいな。一人ぼっちか、みたいなね、まあ、コメント返しました。まあ、そうするとね、まあ、僕がこの嫌がる絵文字をね、倍送ったのでね、まあ反対にね、また返してきました。で、ここまではね、まあ普通のアンチなんですがね、この後ね、もうやすし君と同じでね、バックれました。コメントね、すべてね、消してね、逃げてしまいました。でね、そのやすし君もね、僕の動画を、まあ、喋ってもないのに、まあ、喋った動画を僕が出したらね、それに妄想をしてね、こうやってね、訴えを起こしてきました。でね、その最中に、まあ、僕が検察に呼び出されるまでにね、家賃は飛ばすわ、まあ、借入金も多分飛ばしたんでしょうね。で、もう夜逃げですね。夜逃げした上にね、その金も払いたくないかわからんけど、まあ倒産ですね、破産手続きして、まあこんな感じでね、もう季節の変わり目にいらんことしてきた上に、まあ逃げるっていうね、まあこんな感じでね、これは優しく、まあ、全く同じ。まあ今回はね、妄想型、まあ、やすし君とね、まあ、そっくり妄想した上に逃げるっていうね、
こういうねアンチコメントね紹介していきます。次回ねうまいこと言ったらねうちの父親のねちょっと動画をちらっとね出そうかなと思ってるんですよ。まあちょっとね僕の父親系のまあ人間かなと思うようなねアンチ来たのでね、ちょっとなんか考えてね出せればねちょっとね初公開、ちょっと鍵の動画はね一回出しましたね。ちょっとね喋ってるね動画を初公開していきたいと思います。またねアンチがあればね出していきたいと思います。